どうも、チームヘイようこそ。気づけばさ、はい、YouTube さ、動画100本上げてます。おお、100本いきましたね。100本いったね。いや、まずもうね、これはいろんな人、いろんな YouTuber の方言ってるんですよ、うん、もういろんな僕見てるんですよ最近で、あの本も読んだりとか、いろんなのこう見てて、やっぱりまずはやってみなはれで、うん、やりながら考えなさいと、はい、とりあえず100本上げてから考えなさいと、うん、いうようなことが書いてあって、その通りだななんて思いながらやってきましたけど、うん、100本ですよ。しかもやりだしたのがさ、こう毎日更新みたいなのやりだしたのが去年の12月ぐらいでしょ。12月ぐらいですね。そっからだよね。そしたらもう気づいたら100本、うん、どうですか、あなた撮っててなんか気づくことありますか。撮ってて気づくこと、撮ってる側で、もしかして何も考えずに撮ってた。そんなことはない。そんなことはない。いや、人にそのやっぱ、うん、今回このチャンネルでは小畑さんをメインに撮ってることが多いじゃないですか、はい、はいはい。でも他の YouTuber さん結構編集をゴリゴリにやられてる方、うん、まあシンプルに上げてる方、うん、いろいろいますけど、小畑さんの場合はシンプルな編集で毎日ボコボコ投稿していくっていうスタイルがやっぱ向いてたなて、うん、そうですね。これは僕もね、やりながら気づきましたね。やっぱり、まあ、僕らラジオ DJ をそもそもやってるわけじゃないですか、はい、ということは普段ちゃんとこう3分なかなり5分なりまとめてお話をするっていう訓練を一応してるわけじゃないですか、うん、っていうことを考えたら、編集なしの3分5分トークっていうのができるんだなって思った時に、うん、ね、逆に編集の方が時間かかっちゃって、それを手間かかって毎日更新が億劫になってしまうっていうことを考えるんだったら、もうとにかく喋りきっちゃって毎日更新した方がいいんじゃないかって、うん、そこにたどり着いたわけですよね。そうですね、まあ、これは小畑さんだったからみたいなケースもあるかもしれないですね。あ、まあそうですね、うん、だからまあ僕らみたいなこういう仕事やってるからこそ、じゃあそれで届けようっていうふうに、ん、でもさ、ホリエモンチャンネルとか見ててもそうじゃない。ホリエモンもそうじゃない。そうですね。うわー、喋ってその喋りきったやつ、あのゲストさん呼んでのトークはまた別かもしれないけど、わーって一人で、あの時事ネタ切るやつとか一人でわー喋って喋りきってるよね。だあれもやっぱり小畑さんじゃねえ、ホリエモンのでもやっぱズバッて切るっていうのは痛快さが一番の売りっていうところがあると思う。だあれをやるようになってからすっごいチャンネル登録者数も伸びてるもんね。時事ネタ切りまくってるっていうのは、で、あと僕も考えたの、いろいろスタイル考えたんですよ。僕が一人でこのカメラに向かって、うん、もうまるで本当にラジオのようにとか、もしくは独り言のように喋ってるみたいなものを考えたんだけど、だからあえてあなたの声も入れてもらってたりするけど、こうやって話しかける感じ で、うんうん、そうですね、このスタイルはなんかやっぱりあのカジサックとか、はい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 、中田あっちゃんのセカちゃんとかを見てると、うん、スタッフの声入るのもありなんだなと思いながら、うん、でこのスタッフのキャラってどういう感じなんだろうみたいのを見していくのもいいのかなとかね。まあそうですね、一つあり言われるもんね最近ね。あ、動画の声の人だっつって言われるでしょ。はい、言っていただくこともね。だからそういうことなんだよね、はい、身近に感じるんだよねやっぱそこがね、うん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 、っていうのを100本やっていくとなんかいろいろ分かってくるね。そうですね。あとサムネの作り方とかね、はいはい、昔の動画とか全然タイトルとかも考えてなかったもんな。そうですね。全くだからアフターティートークナンバーワンとか検索に引っかかりようがないっていう、うん、チャンネル登録してる人向けのもうまさにだからそれだったんだけど、まあ、もちろんメインそうなんだけど、やっぱこうなんかどこか違うところから飛んできてもらうっていう工夫も必要なのかなっていうのとか、うん、あれが気づいたの50本ぐらいやってからだよね。そうですね。久保田さんの動画を、うん、久保田俊信さんね、うん、アップした時のやっぱすごい変化を感じました。伸び率すごかった。大事だな、タイトル大事だなと思うね。いまだにだって動画再生数ナンバーワンじゃないかな、僕が今まで喋ったやつの中でね。そうです、そうですよね。あとはやっぱこうコラボだよね。そうですね。特に他のナビゲーターさんとコラボして、マギーとのコラボは伸びたね。伸びましたね。早かったね。あのコクだね、リアルに数字が出るから。そうですね。そうなんです。だから、まあ、今後はね、もうぜひぜひいろんな ZIP のナビとももちろんこういろんなコラボもしていきたいと思いますし、うん、そしてね、また ZIP のチャンネルの方もどんどん盛り上げていきたいなって思いますので、そうですね、この動画のまたこの概要欄のところにですね、ZIPFM の YouTube チャンネルっていうのがあるので、そちらもですね、概要貼っときたい、リンク貼っときたいと思いますので、ティータイムの番宣とかも、
そうね。あります。そうですね。で、他の番組の番宣動画とかも結構ドラーッと並んでたりとか。やっぱ力あるよね、ZIP のチャンネルってすごいよね。だって、僕のこのティータイムの宣伝のやつって4000回ぐらい、ね、そうですね、再生されてたりするし、はい、4000回なんていうか再生回数うちの動画にないもんね。残念ながらその通りでございます。ということで、はい、ぜひあの ZIPFM の YouTube チャンネルもいいねもよろしく、そしてチャンネル登録もよろしくね。そしてこのコバタクの T の部屋、これがまたいろいろ今日の午前中も行ってきたんですけど、実はですね取材なんかにも行ってるんで、うん、それもノー編集で、ほぼノー編集でお届けしたいと思いますので、またぜひ見てください。そしていいねもよろしくね、チャンネル登録もよろしくね。